インカタルニニ州リエイダ県のムニシピオ名称は、ボイ渓谷を意味しており、この名前の側面の切り立った渓谷の名称でもある。ピレネー山脈の両線にあたるコマルカダアルタリバゴルサの北東端に位置し、この地方の自治体としては、最大の面積を有する。自治体内の中心地区は、バルエーラ地区にある。この渓谷は9つの初期ロマネスク様式の、 西度群でよく知られており、ヨーロッパでも特にロマネスク建築が密集した地域を構成している。そのため、2000年11月30日にユネスコの世界遺産に登録された。ピレネー山脈で最も標高の高いスキーリゾートがこの渓谷のボイタウルにあり、渓谷北東部はアイグエストルタスイアスターニデッサンとマウリし国立公園に隣接している。 ムーア人によるスペイン占領はピレネー山脈にあるこの標高の高い渓谷を貫くには至らなかった。この地方での最初のキリスト教集落は9世紀に成立した。その地方のカウンツは名目上支配していたフランク王国の領主たちからほとんど注意を払われていなかった。人口は大半がバスク人だった。谷は当初 トゥールーズ伯領に属しており、後にリバゴルサ伯の所領となった。11世紀にはパジャス伯の領するところとなり、12世紀にアラゴン王国領となった。戦略的な要衝であったために、渓谷には多くの城が築かれたが、ほとんど現存していない。渓谷の人口は中世を通じて、相対的に少なかったが、銀の一大産地であったことは、 当地の有力者たちがバルバストロやサラゴサの奪還を目指すカタルーニャの戦役に加わることを後押しした。富の多くは11世紀から14世紀にかけての聖堂軍の建造に費やされ、そこではロンバルディアから持ち込まれた新しい建築様式が採用された。聖堂軍は成功な石像建築物であることと優雅な手狼を持つことが特色である。 教会から移転された壁画群はバルセロナの国立カタルーニア美術館に収蔵されている。聖堂群の多くはそれが建造され、建造された11世紀ないし12世紀以降、今に至るまで宗教上の礼拝などに用いられ続けている。そのうち以下に示す9つがユネスコの世界遺産に登録されている。にはサライス村のサントジョレンス聖堂 タウル集落のサンタマルティ聖堂などそれ以外のロマネスク様式宗教建造物群の遺跡も残っている。タウル集落のサント・クリメント聖堂をタウル集落のサント・クリメント聖堂は1123年12月10日にロダの司災によって建造された。この聖堂はタウル集落からボイ集落への道のそばの小高い丘の上にあり、 バルデ・ボイの聖堂群の中では最大かつ最も保存状態の良いもので芸術的価値も最も優れている。聖堂は三つの新郎を持つバシリカ式聖堂として設計されており、それぞれの新郎は柱の並ぶ橋老で仕切られ、端に半円状の工人がある。二重に張られた木製の屋根は当時のままである。聖堂本体の南東部には各階に アーチ状の窓がついている6階建ての手楼がある。建物は、花崗岩のブロックで組み立てられており、軽石で諸要素や窓が飾り付けられている。ファサードは彫刻された壁と付け柱で飾られている。全能者、キリストの絵は、もともとこの聖堂のメインの後人に描かれていたもので、ロマネスク美術の傑作の一つとして知られている。現在は、 国立カタルーニャ美術館に収蔵されている。タウル集落のサンタマリア聖堂は、サント・クリメント聖堂が建造された翌日にあたる1223年12月11日に建造された。サント・クリメント同様、三つの新郎を持ちそれぞれの端に工人がある。主老は南の新郎から伸びている。この主老は、 聖堂の他の部分に比べてあまり優れているとは言えないが、本来はこの主楼が最も初期に作られ、後から周辺の聖堂部分が付け加えられた可能性があるともされている聖堂は18世紀に大きく修繕され、ドームも付け加えられたが、ドームも含めた18世紀の改築部分は1970年代に取り去られた。フレスコがは1918年に、 国立カタルーニア美術館に移された。サント・フェリウ聖堂はバルエラ集落の北にひっそりと佇んでいる。この村は渓谷の広がる場所にあり、中世には近隣の修道院との中継点に当たっていたため戦略的な要衝であった。聖堂はもともと三つの新郎を持っていたが、現存するのは半円塔ボールトと半円状工陣を持つ一つの新郎だけである。 簡素で飾り気のない首郎が南東端に存在している。16世紀に改築が行われ、二つのゴシック様式の礼拝堂がメインの新郎に加えられ、西側にはゴシック様式のファサードができた。ボイ集落の三ホ保安聖堂の首郎さんとジュアンデボイ聖堂は渓谷の名前にもなっている。ボイ集落の入り口に位置している。聖堂には新郎が三つある。 元々の屋根は木製だったが、石像のものに変えられている。主狼は、南の新狼の南側に立っている。聖堂は18世紀に大改築を受けたが、1960年代に、多くの改築部分は取り去られた。壁画は1919 19年に、国立カタルーニア美術館に移された。エリルラバル村のサンタエウラリア聖堂は単独の長い、新狼を持ち、 東端に三つの工人がある。木造の屋根は、元の半円筒ボールトに戻されている。北側には六階建ての主楼があり、高さは23メートルである。これ村の聖母秘翔天聖堂聖母秘翔天聖堂は、これ村の外れにある。それは、工人や半円筒ボールトを備えた、単独の新郎を持つ聖堂として建てられ、千百十年に、建造された。後に、 ゴシック様式の増築がなされている。北側の礼拝堂や南側の2階建てのゴシック様式主楼は上から見ると十字型をなしている。主楼はあまり修繕が行き届いていない。カルデト集落は渓谷入り口の岩だらけの一帯を占めている。聖堂はその東端の急勾配を登ったところにある。サンタマリア聖堂は単独の新郎と工人を持ち、 後人の地下には納骨堂がある。南端には西武室が加えられ、北側には礼拝堂が増築されている。外観は11世紀のままだが、12、13、17、18世紀に改築が行われている。内観はそうした改築によるバロック様式の様相を呈している。ドロの町は南側の山腹にあり、標高は百八十六メートルである。 ナッティビターデラマレデデウセイドは、半円登場ボールトとスレートの屋根を持つ、単独の長いけれども狭い新郎で構成されている。元来あった後陣は、現在聖具室になっている。北側の二つの礼拝堂が加えられ、北東端には五階建ての首郎がある。建てられたのは12世紀だが、それ以降たびたび改築されており、完成当時の面影はほとんど残っていない。 内観は後に改築されたバロック様式のものである。1983年に、聖堂の修復工事が行われ、1994年には、修郎も修復された。サンクアークでデュロサンとキルクの世は、ドロ近くの岩だらけの場所にある。南側に、入り口があり、小さな新郎と工人がある。聖端には、背の低い修郎がある。外側から入れる。 屋根裏部屋は穀物層として使われていたとも考えられている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。IEC、カタルーニャ自治州政府、2013年9月8日閲覧。川成博氏、スペイン文化特本丸全出版、2016年、175ページ。 ISBN 978から4から621089958ありがとうございます。